で、枠とかダルとかは本当にこうやってビシ食うけど平気でインコとボンぶつけてくるからこの辺も大したもんやなと思って多分聞いたんですよ。それで小林正さんっていう方にも聞いたことある、正さんにも実は聞いたこと、正さんは絶対に野手と仲良くなりたい人らしいです。仲良くなりたい、当てても仲いいから怒らないからっていう、あそういうタイプもいるわけです。コーディさん、あの黒田さんは絶対野手と仲良くなりたくない、やっぱり黒田さん、黒田先輩もそうです、挨拶来なくていいって、黒田さん行くからっていうタイプもいれば、仲良くなれば当てられるっていうタイプのピッチャーもいる。そういう考えはちょっとなかったな俺の中で。なので枠とかダルとか小林正さんは多分そっち系です。仲良くなったらいけるギャンギャンいけると当てても、あごめんごめんって言ったら、うんといいよ頼むのって。なるほど、ちょっと違うな。ただタイプが分かれるんです。だから僕もそれ勉強になったんです。なるほどなって。お前ら平気でインコース来るやんって言ってたら、いや皆さん当ててもいいでしょ大丈夫でしょ確かにな、大したもんや、いや大したもんや。